会食堂がこの辺りなんですね。ありました、ありました。あ、見事な会食堂ですね。あ、向こうが突っ抜けて見えます。やっぱり声も反響しますね、若干。会食堂です。高さが2メートルぐらいでしょうかね。2メートル向こうへ抜けます。これはまた見事な景色ですね。波が削った芸術ですよ、これ。ここにも会食堂がありました。波が引くと向こうに渡れるそうです。眺めだな。我がたてがみ岩も望める。ワンちゃんですね。犬の白浜ですね。あそこにアーチがありますね。波が削ってできた穴。これもミニ会食堂ですね。この奥にも会食堂があるということで。はあ、サンゴが下には敷き詰まってて、これなんか軍の装備みたいなふうにも見える。これはなんか人工で穴を開けたふうに思えちゃうような。しかしこの曲線はつぶさに見るとやっぱり自然の造形ですね。さっき見たでしょ、うん、マガタマの尻尾のところ、ここがね、ね、ここね、そう、これをね、今ね、はい、マガタマハマチュウ、マガタマハマ、見てごらん、天の岩戸みたいな、ほら見てごらん、およいしょ、よいしょ。ああ、こういうところにね、またね、小魚が残ってるのよ。いるいるいる。ほらいる、ほら。こっちにもほら。ほらいるいる。いるよ、ほら。なんか童心に帰って遊びたい気分。これね、ハヤ。ハヤ。ボラの子。これじっとしてるのも、これほら休んでんだよ。休んでるの、じっとしてんの、休んでる。見たらなんか両生類の、両生類みたいに見えるね。牛穂なす時が作りし芸術品。
苔むす岩にサンゴの飾り。